大怪獣ラッシュウルトラフローンティアはデータカードナスの一つでウルトラシリーズに登場する怪獣を主な題材としている。2013年9月26日より稼働が開始。大怪獣バトルウルトラモンスターズの後継作品。2015年11月をもってサービス終了、順次、妖怪ウォッチバスターズ手つ軍に切り替えられた。つぶらやプロダクション創立50周年。 新事業展開の一つとして、大怪獣バトルウルトラモンスターズシリーズ終了から約2年半ぶりのデータカード出す新シリーズ。等身大のウルトラシリーズの宇宙人が3人でチームを組み、武器を用いて巨大なプラズマ怪獣をハントする。後藤正幸により、オリジナルデザインの星人ハンターが描き起こされ、ウルトラマンのいない宇宙、プラズマギャラクシーを舞台にゴールドラッシュをモチーフとした。 大怪獣ラッシュというオリジナルストーリーが展開される。またフル CG ムービーがシンウルトラマン列伝で放送。筐体はこの作品より投入される4人、同時プレイ筐体。55インチモニターの大画面での最大4人対戦が可能となる。前面の3 d フラットリーダーパネルに3枚のカードを置き、前後に動かすことで攻撃、特技とキャラクターの操作ができる。 カードは二次元コードを使用しているため、大怪獣バトルカードは使用できない。2014年7月より新章にリニューアルされ、ウルトラマン銀河をはじめとする、ウルトラヒーローも参戦する。他の種族との交流はなく、同族のみでチームを組み、自分の体を改造することも意図はない。その閉鎖的な態度から、ダダのカーテンと呼ばれる。ウェブ漫画版で登場したフックが、リーダーのチーム。 ギャラクシー・ギルドの秩序のために組織されたハンター。普段は蘇生を隠し、密定としてハンティングに参加しているものが多い。違法なハンティングをしている極悪チーム。かつて、プラズマ・ギャラクシーの危機を救ったとされる伝説の英雄たち。ラッシュ・ハンターズが所有した剣の前任の継承者は、不明。7人の宇宙人によるギャラクシー・ギルドを司る組織。 常任理事でなされる決議は、宇宙統一政府、ギャラクシーガバメントの総長へと上層される。前段で登場したプラズマ怪獣は、以降の玉でも登場する。大怪獣らしウルトラフロンティア D の、タンクハンティングは、2013年9月7日公開の、ウルトラマン銀河劇場スペシャル、同時上映新作フル CG ショートムービー。2013年11月2から4日には、 マクドナルドハッピーセットオリジナル DVD にも収録。制作順は、リードキングハンティング、ネロンガハンティングに次ぐ。星人ハンタープラズマ怪獣その他、大怪獣ラッシュウルトラフロンティアベラクロンハンティングは、2014年3月15日、公開、ウルトラマン銀河劇場スペシャルウルトラ怪獣、ヒーロー対乱戦。2、同時上映の映画、第2弾。 星人ハンタープラズマ怪獣その他2013年9月18日放送の第12話から10月16日放送の第16話までシンウルトラマン列伝内で CG ショートムービーを放送。放送後に公式サイトで見逃し配信も実施。2014年1月15日放送の第29話から2月5日放送の第32話までアントラーハンティングが放送された。 3月19日放送の第38話でスペシャル総集編が放送され迷い込んだスパークドールズ化した闇のエージェントがこれまでのラッシュハンターズの活躍を振り返り彼らがハンティングした怪獣と自分たちの世界にいるその同族の違いを解説した4月29日放送の第44話ではリードキングハンティングネロンガハンティング D の タンクハンティングの3作品のディレクターズカット版を放送した。その後、5月27日放送の第48話では、アントラーハンティングのディレクターズカット版を放送。6月3日放送の第49話には、ベラクロンハンティングを放送した。なお、ベラクロンハンティングは、テレビ初放送となる。この回では、ベリアルの配下のダークネス5が、 ラッシュハンターズの同族を解説した。6月24日放送の第52話から7月8日放送の第54話には、セカンドシーズン、スーパー、アースガモラハンティングが放送された。その後、9月9日放送の第63話から9月23日放送の第65話には、ゴンダーハンティング、9月30日放送の 第66話から10月7日放送の第67話にはキング・ジョー・ハンティング10月14日放送の第68話にはプラズマ・キラー・ゾアリス・ハンティングを連続で放送した。なお、プラズマ・キラー・ゾアリス・ハンティングは約12分の拡大版となる。星人ハンター・プラズマ怪獣その他列伝登場。 ウルトラマギンガブルーレイ &DVD の映像特典としてスペシャルムービーを収録。コロコロ1番。2014年1月5付録 DVD にリードキングハンティングを収録。第1巻にセカンドシーズン第1話第2話、第2巻に、第3話、第3巻に第4話、第4巻に、第5話、第6話、第5巻に第7話、第8話、第6巻に、第9話収録。 ブルーレイボックス I に第1話第4話、ブルーレイボックス2に、第5話第9話収録。2014年2月12日から、大怪獣ラッシュ公式サイトで全公平を配信のコミック。作者は西川真治。時系列としては、アントラーハンティング直後のエピソードにあたり、ダダチームとフックチームがメイン。大怪獣ラッシュ、ウルトラマンシリーズテーマに、 今週稼働開始 CG 映像にも注目アニメ。アニメ。2013年4月13日、ウルトラフロンティアの緊急ロケテストが7、14に開催決定。スブラヤステーション2013年7月8日当初の2013年11月28日稼働予定から延期。ブルーレイ、ウルトラマン銀河劇場スペシャル、風入作品解説書スパークノーツスペシャル。 ウルトラマン銀河ブルーレイ &DVD 化。特典映像には、フル CG の大怪獣ラッシュマイナビニュース2013年7月1日。ありがとうございます。